皆さんこんにちは、小紫まゆみです。今日は美容院に行ってきました。3ヶ月ぶりにね、ちょっとイメージチェンジをしようと思って行ってきたんですが、実はそんなにヘアスタイルは変わっていません。見た目にはほとんどわからないんですが、毛先を少しカットして整えて、そして、髪の毛のトリートメントですね、ツヤ出しのトリートメントと、頭皮、地肌の、お掃除ですよね、ヘッドスパといってクリーニングをしてきました。当初はですね、実は、この髪の色、ヘアカラーを染め直すか、または、もっと強めのパーマをかけ直して、1回目のパーマをかけてからもう半年ぐらい経ったので、そろそろ、また強くね、かけ直した方がいいのかなと思って、もしかするとカラーもして、パーマもかけてっていうね、2万円ちょっと超えるコースかなと思って行ったんですが、実は私の予想を裏切って、いつもお世話になっている美容師さんに、反対されてしまいました。アドバイスされたんですね。というのも、小紫さん、私が目指している、こういうのが理想ですっていうのは、その方は、事前によく聞いて知ってくださっています。ちょっとね、大人の女性っていうか、女性らしいエレガントな雰囲気を今目指して髪を伸ばしているんですけれども、そう慣れているかどうかは別にしてですよ。一応そこを目指しているんですが、小紫さん、まだ毛先も十分に、パーマが残っていますから、これ以上またかけると、パーマってやっぱり髪を傷めますよ。そしてカラーリングもそうなんですけれども、小紫さん、ちょうど今、肌の色に合う、一番いい髪の色だと私は思いますよ。私が人前で話す仕事、コンサルタントや講師の仕事をしているっていうのを知ってくださっているので、そのイメージからして考えると、これ以上髪の色を落としてしまうと、ちょっとね、派手なイメージになってしまって、今の小紫さんのお仕事には、若干ね、そぐわないっていう、そんなイメージになるかもしれないですよっていうふうに言ってくださったんですね。なんか私はもうカラーもして、そしてパーマもかけてっていう風に勝手に一人でイメージしていたので、一瞬はなんかちょっと出鼻をくじかれたような気にもなったんですが、その彼女が言ってくださっていることが本当に私のために言ってくれているっていうことが分かったので、やっぱりありがたいなって思ったんですね。そして、目指しているところは、もう私がその女性らしいね、柔らかい雰囲気、そしてちょっとエレガントな、雰囲気の女性に憧れているので、そういう方向に行きたい。もっと髪も伸ばして、ちょっと巻いてっていうね、そういったことも楽しみたいということを組んでくださっている方です。でもやっぱり仕事も持っていて、お客様に信頼されるっていう、そういう、外見も整えなければいけないということを分かってくれているので、そこの部分を組んだ上で、一番良いアドバイスをしてくださったっていうのが伝わってきて、とっても嬉しかったです。これがリピートされる、美容師さんの、接客話し方のコツだと思うんですね。顧客目線で、時にはお客様に、ちょっとお客様の考え方と違う角度かもしれないけれども、しっかりと、お客様の理想としている方向に、行くためにはこういう考え方も必要ですよということをちゃんとコンサルティングしたり提案できるっていう、この力っていうのはとても大事だと思います。ただ単にお客様の言うことに何でも賛同して、わあいいですね、じゃあパーマかけましょうよ、またカラーしましょうよ、もちろんそれがお店の売り上げにもつながりますけれども、そういった目先の自分たち目線の利益ではなくて、このお客様が本当に喜んでくれて、また、信頼してくれて、このお店に通って、もらえるためには、やっぱり、長い目で見て本当に自分のことを分かってくれているな、この美容師さんに任せていれば安心だなっていう、その信頼をがっちりと、掴むことってすごく大事ですよね。そういう意味では本当に私のことを思ってくださって、私が後悔しない、私がきっと将来良かったと思うであろうような、そんな提案をしてくれたこの美容師さんに、私はまた深い信頼を寄せました。また2ヶ月か3ヶ月経ったら、いつもの美容師さんにお世話になると思うんですけれども、その日がとても楽しみです。皆さんは何かお客様に提案する際、そして、商品をおすすめする際に、お客様目線で、お客様の意見ももちろん聞きながらですけれども、最終的にそのお客様の幸せになる形での、提案が長い目線で、考えてできているでしょうか。私もそこのところを意識しながら、また仕事をしていきたいと思います。